はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。どうもバズカです。さあ、今日はね、いつもの場所ではなく、まあここからの場所って言ってもわかんないよないつもと違う場所で、動画編集もとい動画の方を撮っております。さあ、今日はね、まあ皆さんにちょっとねお知らせしたいことがありまして、まあちょっとこの場所から映させていただいております。まあね、ちょっと今目の前にまあテレビがあるんだけども、でその下にまあデコーダーとか、まあ普通の家庭ではデコーダーとか、まあテレビゲームとかそういうのがあるじゃない。そのところにね、まあプレイステーション2がありますが、このプレイステーション2がね、どうも読み取りが悪くなったっていうのです。なわけで、まあちょっと画面の方見てみましょうか。はい、今ね、これからですね、ちょっとプレイステーション2、まあこれを起動させたいと思います。ではスイッチオン。はい、じゃあ今プレイステーション2ね、つけております。一応とりあえずね、こうやってね認識はするんだよね、プレイステーション2で。問題はその後で、なんだろう、ゲームという認識はするんだけど、画面が出ない。まあ、つまり、DVD っていうかソフトの、なんだろう、データが読み取れてないって言った方がいいのかな。うん。で、それでゲームの画面が出てこない。っていうことになってます。はい、今1分経ちました。でも、何も音沙汰なし。以上ね、プレイステーション2の機械の方は、一応ガチャガチャって、一応動いてはいる。とりあえずね。うん。はい、今2分経ちました。それでも真っ暗な状態です。はい、3分経ってもね、とりあえずもうこのままなんで、一度一旦消します。で、とりあえず、プレイステーション2は、まあ一応何のソフトが入ってるかっていうと、これ、バイオハザード4。まあこれが入っているので、まあちょっとソフトを交換してみましょうか。で、一応とりあえずこれ、今度は。パチスローシミュレーションの、吉宗か。うん、ちょっと今、政宗って言おうとした。うん。で、この吉宗をちょっと入れてみましょう。はい、じゃあ、ちょっとね、これで、動かしてみます。はい、また同じく、プレイステーション2のね、画面となっております。さあ、ここでつくかどうかなんだよね、問題。あ、ここまでは認識する。以上、とりあえずね、プレイステーション2の方は、まあ一応とりあえずガチャガチャっと動いてあります。確かね、前に一度やった時もね、これね、長かったんだよね。うん。あ、これはつくな。だいたい時間にしてみると、だいたい43秒くらいかな。あ、それぐらいでつきました。じゃあ、とりあえず一旦消します。いや、ちょっと待って、なんか止まったぞ。あ、動いた動いた。ちょっと画面のあれがいいんじゃない。じゃあとりあえずね、これ一旦消します。
はい、皆様見ていただけましたでしょうか。今のプレイステーション2が今このような状態になってまして、うん、なので今まあちょこちょこ休みにしてますけども、まあ今やってる気ままにゲームプレイ、まあバイオハザード4、まあこちらの方がですね、一旦まあこれで終了となります。うん、まあ中止って言い方もあるんだけども、まあ中止だとね、またプレイステーション2買ってまたやるっていうことになっちゃうから、まあデータね、そのまま引き継がないといけないわけだからね。うん、中止っていう言葉になっちゃうとね。なのでここで一旦終了となります。うん、まあこのような状態になりましてですね、まあ続行が不可能となりましたんで、うん、申し訳ない。うん、でもね、次に、まあ、気ままにゲームプレイ。まあ、次にまたこれも考えてまして、次はね、アサシングリード。まあ、こちらの方ですね、メインとして今度はやっていきたいと思います。うん。で、アサシングリードはね、ちょっとね、俺やったことないんだよね、本当に。うん。なんかね、1、2年前か、これが映画になって、あ、これ面白いんだ。って思ったのが最初で、で、YouTube でもね、まあ何個かは、アサシングリードは流れてたんだよね。なので、なんかね、結構見てたら、あ、なんか面白いな、と思ってて、うん。なんか俺のイメージとしては、なんだろう、GTA、グランセフトオートだったっけ？うん。なんかこれと似たようなゲームじゃないのかな、と思っててさ、うん。だからまあちょっとね、これこの気ままにゲームプレイ、次やるゲームはまあこれと決めました。うん、ただね、問題がね、ちょっと番号を振り分けていかないと、多分これちょっとね、何がどうなのか、どう進めばいいのか、続きはどれ、前はどれっていうのが多分ね、分からなくなるからね、多分これ番号を打っていかないとちょっと分かんねえと思うんだよね。うん、まあでもバイオハザード4の方はね、まあ別に番号を振らなくてもね、みんなもうどういう流れかっていうの知ってるはずだから、まあそれは番号を振らなくても全然いけるとは思うんだけど、ただアサシングリードの方とかはね、うん、多分ちょっと番号を振り付けないと多分わかんねえんじゃないかなと思います。うん、なのでとりあえずね、プレイステーション2の方がまあこのような状態になったということで、バイオハザード4の、気ままにゲームプレイ、まあこちらの方を中止させていただきます。はぁ、でもやっぱりね、本音を言うと、CD ドムとか、まあ CD ドムから、まあ最初始まったんだけどね、光学ディスク、うん、なんだけども、でそっから DVD で、で今度はブルーレイディスクに入っていくんだけども、やっぱりね、多分そういうゲーム機っていうのはやっぱ壊れやすいのかなと思うんだよね。というのが、普通の、なんだろう、カートリッジのソフト、まあ、今で言うとファミコンだとかスーファミ、まあ、ネオジオもそうか。で、あとは、なんだろう、DS のソフトだとか、まあ、ニンテンドーウィッチ、スイッチか、うん、スイッチもそうなのかな、ちょっとそれはちょっと見たことないんだけども、やっぱりね、カートリッジの方が強いのかなって思っちゃうんだよね。うん、というのが、まあ DVD とか、まあそっち系の方はまあしばらく使わなければ本当にね壊れるんだよね、本当の話。うん、以上、とりあえず、あとセガサターンとドリームキャストあるんだけど、その二つのうち、ドリームキャストがね、ちょっとね、たまに動かないときあるんだよね。うん。だから、やっぱり、使わないでそのまま置いとくとなると、まあ、カートリッジ系のゲーム機の方が強いのかなってたまに思っちゃうんだよね。うん。まあ、一応とりあえず、そんな話はさておき。まあ、とりあえず今のところはね、気ままにゲームプレイ、まあ、バイオハザード4がね、ゲーム続行が不可能となりましたので、プレイステーション2が、まあ、読み込みができなくなったっていうことなので、まあ、これにて終了という形の話をさせていただきました。ではですね、まあ、気ままにゲームプレイ、まあ、
これに関してもまだまだ続きがありますので、まあ、今度はアサシングリードの方だね、こちらの方やっていきたいと思いますので、皆様、まだまだね、お付き合いください。では、これにて終了とさせていただきますが、まあ、最後までご視聴の方、ありがとうございました。では、皆様、グッバイ。ミカ？ちなみに、まだ、こっからが続きがあるぜ。いい？